最近研究室の試薬整理で不要になった試薬を無害化して捨てるみたいなことをやっていたんだけど、こんな作業でも試薬を混ぜた時に色が変わったりすると化学反応してる感が出て楽しい。何その試薬廃棄エンジョイデー。割と私だけじゃないと思うんだけどな。色の変化はやっぱり化学の醍醐味の一つだと思うし。そんなわけで今回は身近な色が変わるものを紹介しようと思うよ。とはいえ化学の実験に必要な試薬とかはなかなか手に入らないよ。大丈夫大丈夫、今回紹介するものは結構身近なものだから。まずは昆布だね。昆布ってそんなに色が変わる印象ないんだけど。昆布っていうとこういう緑色のものである印象が強いかもしれないけど、実は昆布は海中に生えているときは緑というよりは褐色のような色をしているよ。本当だ、なんか茶色っぽいね。そしてこれを茹でると見慣れた緑色になる。結構あっという間に色が変わるんだね。この褐色は主に腐黒サンチンというカロテノイドという天然色素の一種に分類される色素による色だよ。単体の結晶ではこのように赤色で、分子構造はこういう二重結合が多数連なった構造で、人参などの色素である β カロテンとも似た構造だよ。人参も赤色をしているもんね。なんでこんな色素を昆布が持っているかというと、それは光合成のためだよ。通常の植物は葉緑素、クロロフィルという色素を持っていて、それで光エネルギーを吸収して光合成に利用しているよ。というか、実際昆布も光合成のためにクロロフィル A という葉緑素も持っているよ。でも海水中では陸上と違い、日光の一部が減衰されてしまうから、海底に到達する光の量は陸上と比べると少ないという問題があるよ。光合成がやりづらい環境だね。そこで腐黒サンチンの出番だよ。可視光のうちでも波長が470ナノメートルあたりの青色の光だけは比較的海の深いところまで届きやすいんだけど、腐黒サンチンはまさにそれくらいの波長の可視光を吸収する性質があって、それにより海底でも光を吸収しやすくして光合成を補助する役割を果たしているよ。昆布は海底でも光合成がしやすいように赤色の色素を持っているんだね。で、なんで昆布が茹でると緑色になるのかというと、ズバリ腐黒サンチンがなくなってしまうからだよ。腐黒サンチンは熱に弱く加熱により分解してしまい、そうすると昆布から赤みがかった色が消え、残ったクロロフィルなどの色が顕著になることで緑色に見えるようになるよ。クロロフィルは熱に強いから、茹でた後にも分解せず残っているからね。つまり、赤い色素は茹でるとなくなってしまうけど、緑の色素だけが残り続けるってことなんだね。そういうこと。なお余談だけど、クロロフィルはマグネシウムを中心金属に持つ有機金属錯体だよ。なんとなく有機物だと思ってたけど、クロロフィルって金属も含んでるんだね。お次はシリカゲル。シリカゲルは身の回りでは乾燥剤としてよく使われる物質で、お菓子や乾物の容器の中に一緒に入っていることが多いよ。科学的には二酸化ケイ素を主成分とする物質で、多孔質で表面積が大きいので多くの水分を物理的に吸着することができるよ。あの食べられませんって書いてあるやつだよね。シリカゲル自体は無色なんだけど、中身は青色に着色されているものがあるよ。これは塩化コバルトという化合物の色で、単純に着色することが目的じゃなくて、シリカゲルが乾燥能力を持つかどうかを見た目で判別できるようにするためのものだよ。見た目で判別って、どうやって判別するのさ。塩化コバルトは通常は青色だけど、水分と反応するとコバルト原子に水分子が配位することで塩化コバルト水和物になり、ピンク色に変化するよ。つまりシリカゲルが青色だったらまだ水分を吸着できるから乾燥能力があるけど、ピンク色になっていたらすでにある程度の水分を吸着していると見た目で判断できるようになるよ。確かにただのシリカゲルのままじゃどういう状態なのか全然わからないもんね。こういう風に色など見た目で化学反応の状態を判断できるようにする試薬のことを指示薬というよ。なおピンク色になったシリカゲルは乾燥機などで加熱してあげると吸収した水分を放出するから、それで乾燥能力が復活し色も青色に戻るよ。リサイクル可能なんだね。なお余談だけど、塩化コバルトはビタミン B12 を恒用的に製造する際の原料にも使われるらしいよ。金属って人間の体に必要なんだなって。量にもよるけどね。お次はスティックのり。トンボ鉛筆が販売している、こういう青い色をしているタイプのやつだね。あれはのりを塗った場所が一目でわかるから使いやすいよね。そういえばあれも乾くと無色になるよね。なんでなの。これもシリカゲルと同じで指示薬の力だよ。トンボ鉛筆のホームページによると、スティックのりは保管時にはアルカリ性であり、
その状態だと指示薬が青色であるらしいよ。そして紙に糊を塗ると、空気中の二酸化炭素や紙の酸性の成分のせいで、糊中のアルカリ成分が中和されることにより指示薬の色が変化して無色になるらしいよ。普段何気なく使っていたけど、改めて見るとよく工夫されているよね。というか酸性の紙とかあるんだね。酸性紙というのがあって、そういう紙だと製造の際に使われる硫酸アルミニウムが、時間とともに分解して硫酸を作り出すらしいから、そういうのじゃないかな。ただ、こういった酸成分は徐々に紙を劣化させるから、長期間の文書の保存では問題になるらしくて、現在ではほとんどの紙が中性紙、つまりあらかじめ酸性成分を中和したものが売られているみたいだよ。こういう紙の劣化って日光とか手垢とかが原因だと思ってたけど、紙の成分自体が問題の場合もあるんだね。それでじゃあどんな指示薬が使われているのか気になるところではあるんだけど、残念ながらこの指示薬が具体的にどんな化合物かは企業秘密なのかはっきり明かされてはいないよ。ただ、ネットでトンボ鉛筆が出している特許から指示薬が何であるかを推測している人たちがいて、その考察によると使われている指示薬はチモールフタレインではないかとされていたよ。そんなこと議論している人がいるんだね。ちなみにチモールフタレインはこんな分子構造の化合物だね。下の方にあるフタレイン構造に、チモール基が2つくっついているものになるよ。チモールフタレインは固体ではこういうただの白い粉末なんだけど、その溶液がアルカリにより pH が 9.3 から 10.5 を超えたあたりから青色を示すようになるよ。元が何の色もない粉なだけに、こんな綺麗な青色になるのがなんか不思議な感じがする。ちなみにチモールフタレインのチモール基がどちらもフェノール基に変わったものだ。フェノールフタレインで、アンモニア噴水の実験で有名なやつだね。あの赤く色が変わるやつだよね。そうだね。フェノールフタレインはチモールフタレインと逆で、アルカリ性の条件だと赤色になるよ。そして今回最後に紹介するのはウコン。ウコン、使ったことがない気が。ウプ主は今年の初めくらいはウコンの力を週2本くらいのペースで飲んでたけど、最近はもろもろの事情で全然飲んでいないよ。深くは聞くまい。あとカレー粉にもウコンが使われているよ。ウコン自体は買ったことのある人はあまりいないかもだけど、ウコン自体は結構身近に使われているよ。で、このウコンの成分の一つにクルクミンという色素化合物があるんだけど、これは粉末では鮮やかな黄色をしているんだけど、その溶液をアルカリ性にすると赤っぽい色になるよ。こんなのウコンの色じゃない、紅茶だよ。だったら飲めばいいだろ。ちなみにクルクミンは通常はこういう構造をしているんだけど、アルカリ性溶液中だとここのヒドロキシ基の水素原子が引き抜かれて、CC20 結合同士が連結して強弱系が拡大するよ。さっきのベータカロテンやフコキサンチンもそうだけど、このように CC20 結合がつながる数が多い化合物は色がついていることが多いよ。以上、余談。興味のある人だけ聞いてね。それは話を始める前に言おうか。クルクミンの色が変わることを活かした実験として、ネットではロシなどをカレー粉で煮て乾かしたものをカレー粉試験紙として利用するというのが紹介されていて、要はクルクミンを含むカレー粉を染み込ませた紙にアルカリをつけて色を変えて楽しもうというものだけど、こういう実験って、色が変わった、ふーんそれで、になりやすいからなんか微妙だよね。科学チャンネルなのにそんな同意を求めてこないで。で、こういう実験をもしやりたいんだったら中華麺を使うと少し見た目鮮やかになるよ。これもネットに載っている実験だけど、まずは中華麺を茹でる。そして柔らかくなったらカレー粉を入れるよ。そうするとこんな感じの色の麺に仕上がるよ。なんかカレー味というよりはケチャップ味みたいな見た目だね。中華麺は乾水というもので茹でて作るんだけど、乾水は炭酸ナトリウムや炭酸カリウムを含むアルカリ性の水溶液だから、乾水由来のアルカリ成分で乾麺もアルカリ性になっているよ。これによりカレー粉中のウコン中のクルクミンが赤色になるというのが、中華麺が赤っぽい色になる理由だよ。ちなみにこれにウスターソースを数滴加えると、ソースに含まれる酢酸などで中華麺のアルカリ成分が中和され中性、そして酸性になるから、クルクミンの色が黄色に戻り、中華麺の色もこのようにカレー粉の黄色に戻るよ。これなら科学の実験になって、なおかつ見た目も味も楽しめて、一石二鳥の実験になると思うよ。でもカレーにソースってどうなのよ。違う、そういうことを言いたいんじゃない。ちなみに私はカレーに醤油派です。カレーに醤油は少数派だと思うけどどうなのよ。そうだろうか。ちなみに私は焼肉のタレ派です。もっとマイナーじゃないか。
なお同じような実験をカレー粉の代わりに紫キャベツを使ってやるとこうなります。理由はカレー粉の場合と似たようなものなので、興味があったら調べてみてね。食欲がそそられないです。そういえば実験で使ったものを食べるといえば、小学校の理科の授業で解剖した魚を調理室で焼いて昼飯にしていた田中くん、かっこかりは元気だろうか。食欲がそそられないです。そんなわけで最後の方は話がそれてしまいましたが、身近な色の変わるものの話でした。それでは、今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。